ミゲルエリアスロハスナイデルノフはベネズエラ共和国ミランダ州ローステケス出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のマイアミマーリンズ所属。相性は右色。2005年11月24日に新シシナティレッツと契約を結びプロ入り。レッツ参加では2012年までプレーした。ロサンゼルスドジャース時代2012年11月13日に ロサンゼルスドジャースと契約。2013年は、参加の AA 級チャタヌーがルックアウズでプレーした。2014年6月6日のコロラドロッキーズ戦でメジャーデビューを果たした。8日の同カードでマット・ベライルからメジャー初安打を放った。そのまま控え内野手としてメジャーに定着し、主に遊撃のレギュラーを務めたハンリー・ラミレスの守備交代として試合終盤に起用された。 最終的に85試合に出場して打率、181、1本塁打、9打点、出塁率、242を記録した。2014年12月10日に、アンドリュー・ヒーニー、クリス・ハッチャー、エンリケ・ヘルナンデス、オースティン・バーンズとのトレードで、ィー・ゴードン、ダン・ヘイレンと共に、マイアミ・マーリンズへ移籍した。2015年は控え内野手として60試合に出場し、 打率二百282、1本類打、17打点、出塁率、329を記録した。2016年は、前年を大きく上回る123試合に出場し、打率二百247、1本類打、14打点、出塁率、288を記録した。2017年は90試合の出場で打率二2 9十1本類打。 26打点、出塁率、361を記録した。2018年は、自己最多の153試合に出場し、打率25、252、11本塁打、53打点、出塁率、297を記録し、自身初となる、規定打席に到達した一方で、リーグワーストの23は閉鎖を喫した。 2019年は8月7日のニューヨークメッツ戦で一塁ベースへの走塁の際に右足のハムストリングスを痛め故障者リスト入りした9月20日には2年総額1025万ドルで契約を延長したオプションとして2021年シーズン中での500打席到達と2022年シーズンのスプリングトレーニング参加が確定された際には2022年シーズンの 契約である単年550万ドルが保証される。前述のオプションが達成しなかった際には2022年シーズンの選択権を球団側が所持し、バイアウトの際は50万ドルが支払われる。同20日の記者会見で延長の決め手になったのは大きな契約でも長期間の契約でも私の個人的な問題でもないよ。 私がこのチームで成し遂げたいのは、マーリンズの優勝を助けることだけだよ、とコメントし、私は自分が持っているものに満足することはないよ。メジャーリーグに入った時は10年間プレーしたい、ゴールドグラブ賞を取りたい、チームが優勝するのを助けたいと多くの目標があった。そして、目標は今でも成長し続ける。それは、野球をしているすべての子供たちに可能性があるというメッセージだ。 仕事を続け、些細なことを毎日続けていれば、どんなに上手でも下手でも自分が到達したいと思うところまでたどり着けるんだよと涙をこらえながら語った。このシーズンは前日の怪我の影響もあり、百三十二試合に出場して前年を上回る打率、二百八十四五本塁打、四十六打点、出塁率、三百三十一を記録し、二年連続で、 規定打席に到達した。守備面ではシーズンを通して遊撃手として出場し、ナショナルリーグ4位のザープラス7.8、DRS ではリーグ7位となるマイナス1を記録した。2020年は前年に引き続き遊撃手として開幕から出場していたが、7月26日にマーリンズで新型コロナウイルスの集団感染が発覚。8月4日には、 ロハスの感染が確認され、故障者リスト入りした。しかし、8月21日のワシントンナショナルズ戦で復帰し、パトリック・コービンから3点本塁打を記録し、チームの5連敗を止める一打を放った。このシーズンは、試合数の減少もある中で、全60試合中40試合に出場し、打率、304、4本塁打、20打点、出塁率、 392を記録した。ありがとうございます。